小川未明の赤いろうそくと人魚、その絵には不思議な力と美しさがこもっていたのであります。大金を出すからその人魚を売ってはくれないかと申したのであります。よしよし、皆さんようこそ。よしよし、さあ今日もお話です。小川未明の赤いろうそくと人魚、前回の続きに参りましょう。前回は人魚がお宮の石段の下に赤ん坊を産み落としました。それをろうそくを商っているおばあさんがお参りの帰りに見つけて家に抱いて帰るところでした。はい、その後どうなったんでしょうか。参ります。これ違うページだった。ダメですよ。ダメですよ。よしよし。おじいさんはおばあさんの帰るのを待っていますと、おばあさんが赤ん坊を抱いて帰ってきました。そして一部始終をおばあさんはおじいさんに話しますと、それはまさしく神様のお授け子だから大事にして育てなければ罰が当たる。おじいさんも申しました。二人はその赤ん坊を育てることにしました。その子は女の子であったのです。そして胴から下の方は人間の姿でなく魚の形をしていましたので、おじいさんもおばあさんも話に聞いている人魚に違いないと思いました。これは人間の子じゃないが、とおじいさんは赤ん坊を見て頭を傾けました。私もそう思います。しかし人間の子でなくてもなんと優しい可愛らしい顔の女の子ではありませんか、とおばあさんは言いました。いいとも、何でも構わない。神様のお授けなさった子供だから大事にして育てよう。きっと大きくなったら利口ないい子になるに違いない、とおじいさんも申しました。その日から二人はその女の子を大事に育てました。大きくなるにつれて黒目がちで美しい髪の毛の肌の色の薄くれないをしたおとなしい利口な子となりました。娘は大きくなりましたけれど姿が変わっているので恥ずかしがって顔を外へ出しませんでした。けれど一目その娘を見た人はみんなびっくりするような美しい器量でありましたから、中にはどうかしてその娘を見たいと思ってろうそくを買いに来たものもありました。おじいさんやおばあさんは、うちの娘は内気で恥ずかしがり屋だから人様の前には出ないのです、と言っていました。奥の間でおじいさんはせっせとろうそくを作っていました。娘は自分の思いつきで綺麗な絵を描いたらみんなが喜んでろうそくを買うだろうと思いましたから、おじいさんに話しますと、そんならお前の好きな絵を試しに描いてみるがいいと答えました。娘は赤い絵の具で白いろうそくに魚や貝やまたは海藻のようなものを生まれつきで誰にも習ったのではないが上手に描きました。おじいさんはそれを見るとびっくりいたしました。誰でもその絵を見るとろうそくが欲しくなるように、その絵には不思議な力と美しさがこもっていたのであります。うまいはずだ、人間ではない人魚が描いたのだもの、とおじいさんは感嘆して
おばあさんと話し合いました。絵を描いたろうそくを送れと言って、朝から晩まで子供や大人がこの店先へ買いに来ました。果たして絵を描いたろうそくはみんなに受けたのであります。するとここに不思議な話がありました。この絵を描いたろうそくを山の上のお宮にあげて、その燃えさしを身につけて海に出ると、どんな大嵐の日でも決して船が転覆したり溺れて死ぬような災難がないということが、いつからともなくみんなの口々に噂となって上りました。海の神様を祀ったお宮様だもの、きれいなろうそくをあげれば神様もお喜びなさるのに決まっている、とその町の人々は言いました。ろうそく屋ではろうそくが売れるので、おじいさんは一生懸命に朝から晩までろうそくを作りますと、そばで娘は手の痛くなるのも我慢して赤い絵の具で絵を描いたのであります。こんな人並みでない自分をもよく育てて可愛がってくださったご恩を忘れてはならない、と娘は老夫婦の優しい心に感じて、大きな黒い瞳を潤ませたこともあります。この話は遠くの村まで響きました。遠方の船乗りやまた漁師は、神様にあがった絵を描いたろうそくの燃えさしを手に入れたいものだというので、わざわざ遠いところをやってきました。そしてろうそくを買って山に登り、お宮に参詣してろうそくに火をつけて捧げ、その燃えて短くなるのを待って、またそれをいただいて帰りました。だから夜となく昼となく、山の上のお宮にはろうそくの火の絶えたことはありません。ことに夜は美しく灯火の光が海の上からも望まれたのであります。本当にありがたい神様だ、という評判は世間に立ちました。それで急にこの山が名高くなりました。神様の評判はこのように高くなりましたけれど、誰もろうそくに一心を込めて絵を描いている娘のことを思う者はなかったのです。したがってその娘をかわいそうに思った人はなかったのであります。娘は疲れて、折々は月のいい夜に窓から頭を出して、遠い北の青い青い海を恋しがって涙ぐんで眺めていることもありました。ある時、南の方の国からヤシが入ってきました。何か北の国へ行って珍しいものを探して、それをば南の国へ持って行って金を儲けようというのであります。ヤシはどこから聞き込んできたものか、またはいつ娘の姿を見て、本当の人間ではない、実に世に珍しい人魚であることを見抜いたものか、ある日のこと、こっそりと年寄り夫婦のところへやってきて、娘にはわからないように、大金を出すからその人魚を売ってはくれないかと申したのであります。年寄り夫婦は最初のうちは、この娘は神様がお授けになったのだから、どうして売ることができよう、そんなことをしたら罰が当たる、と言って承知をしませんでした。ヤシは一度二度断られても懲りずにまたやってきました。そして年寄り夫婦に向かって、
昔から人魚は不吉なものとしてある。今のうちに手元から離さないときっと悪いことがあると、まことしやかに申したのであります。年寄り夫婦はついにヤシの言うことを信じてしまいました。それに大金になりますので、つい金に心を奪われて娘をヤシに売ることに約束を決めてしまったのであります。よしよし。今日は赤いろうそくと人形2回目をお送りいたしましたが、いかがでしたでしょうか。あんなに大事に育てて仲良く暮らしてきたはずのおじいさんとおばあさん、そして人魚の娘なんですが、そこにヤシ、なんて言うんでしょうね、このブローカー、プロモーターなんでしょうか、こう珍しいものをこう持って帰る、連れて帰って商売をする人がやってきて、連れて帰る約束おじいさんとの間に交わしてしまったんですね。最後どうなるのか、お話も次回で終わりになりますが、どうぞこの番組へのご登録、それから評価、またご感想、コメントをぜひお寄せください。では次回もお楽しみに。よしよし。